りーちゃん、おいで。ちょっとね、東急ハンズで安いおもちゃと高いおもちゃを買ってきたんですよ。これどっちが B 選ぶのかっていうね。日頃から甘やかされてるこいつだったら絶対に高い方を選ぶと思うんですよ。でも今ね、今使ってるおもちゃがね、もうボロボロなんですよ。新しいおもちゃをね、買ってきました。一つ目、こちらこちらですね。よいしょ、ちょっとビールついてもらっていいよ、大丈夫。こちらなんかラグビーボールみたいな形してて音が鳴る。もう一つはこちら、変な猿の人形。ちょっと、ビーちゃん、まだ待って待って、ビーちゃん待ってしてるわ。これは腕が鳴ってで、お腹にも鳴るとこがあって、この鳴るとこが多い分やっぱ高いんですよ、こっちの方が。で、こっちは一箇所だけど、やっぱ投げたりできるから、まあ B もちょっと引きがある。どっちを選ぶかちょっと検証してみたいと思います。タグを見て、タグを歯で噛み切る男。さあ、りーちゃんはどっちのおもちゃ気に入るのか。あ、お、やっぱこっち？こっち？こっちは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 ほら。こっちはほら。うん、うん、うん。うん？こっちは？どっち？こっち？こっちは？どっち？こっちは？どっちがいい？さあ、どっちがいい？こっち。やっぱ高い方を選びましたね。甘やかされてるんで、こいつは。キリ。じゃあこっち、ビーちゃんにあげる。で、多分ね、ラグビーボールの方はね、ビーちっちゃくてね、噛めないかもしれないね。小沢さんは？小沢さんがいい？警戒してんのかな？やっぱ小沢さんがいいんだ。みっちゃん、まさるさんと友達になったの？まさるさんと友達になった？あ、やっぱそっちの方がいい。野生が、野生の本能が目覚めてるぞ。壊さないでね、みっちゃん。違う違う、そこそうやってやるやつじゃない、そこそうやってやるやつじゃない。ねえ、ブヒって言ってるし。みちゃみちゃ、ここ噛んで、ここ噛んでみ。音鳴るよ。ねえ、音鳴る、ここかも。ねえ、ちょっとかわいそうなことになってるから。あーあーあああ、お猿さん、お猿さん食べられちゃうよ。お猿さん食べられちゃう。みちゃん、俺に似たのかな。残虐性がちょっと高いな、うちの犬は。はい、ではね、うるうる、うり、なに、はい、ということで、サブチャンネルでした。 OK、 いいよ、いいよ、いいよ。